アメリカの海洋地理調査船ノアズ、ロナルド・エチ・ブラウン調査船は、海洋に関する各種の調査を行うために設計され、必要な設備を備えた船のことである。海洋調査船ともいう。調査船の任務の範囲は広く、そのうちのいくつかは一隻の船に統合することができるが、専門の船を必要とする任務もある。 調査船はその任務の性質によって、極地での行動を可能にするために、しばしば砕氷船の構造を持つことがある。クックタウン港にあるエンデバーのレプリカ海洋調査船の起源は、初期の探検航海にその起源を求めることができる。今日我々が海洋調査船に求める特質は、ジェームズ・クックのエンデバーの時代にすでに明らかになっていた。1766年。 王立協会は、金星の太陽面通貨を観測し、記録するために、クックに太平洋への航海を命じたが、その航海に使用された、エンデバーは頑丈な船で、よく設計され、想定される試練に対して準備されており、研究員、ジョンバンクスの必要とする設備をすべて備えていた。そして、現代の海洋調査船が、一般的にそうであるように、 エンデバーも、また包括的な水路調査を含む、多種類の調査を実行した。初期におけるそれ以外の著名な海洋調査船としては、ビーグル、カリプソ、チャレンジャー、それに、エンデュアランス、テラノバなどが挙げられる。カナダ沿岸警備隊の水路調査船 CCGS、フレデリック・ジー・クリード水路調査船は、水路の調査と、推進測量を行うように設計された船である。 この情報をもとに安全な航海に欠かせない海図が作られる。水路調査船はまた海底とその地下について地震に関する地質学的調査も実施する。海図作成とは別にこの情報は有望な油田またはガス田を見つけることにも役立つ。これらの船は通常海底の地層を振動させるための高圧の衝撃波を 発生させる機材を栄光し、また流骨にも機材を備えている。実際に水路調査船のいくつかは複数の役割を果たす能力を与えられており、海洋学調査船としても機能する。例えば海軍の水路調査船は潜水艦発見に必要な調査も行う。水路調査船の例、CCGS。 フレデリック・ジー・クリード・ポール・ワレンのメガヨット、オクトパス海洋学調査船は、水や、大気や気候に関する、物理的、科学的かつ生物学的な調査を行う設備を、備え、かつ、深海を含む、幅広い深さの水のサンプルを収集する機材を、備えることが求められる。またそれだけでなく、海底の音響探査を行う装置をはじめとして、 他の多種類の環境センサーを必要とする。海洋学調査及び水路調査に必要な設備は、共に、漁場調査のそれとは大きく異なっており、海洋学調査船は、この二重の役割を持つことが多い。海洋学調査船の例、ノアズ、ロナルド・ h ブラウン、海洋地球研究船、未来ポール・アレンは所有する、メガヨット、オクトパスに、海洋調査や、 深海探索用の機材を積み、沈没した戦艦の探索など、趣味の研究に使用している。漁業調査船には、異なる種類の漁網を栄光して、広範囲の深さから、プランクトンや水のサンプルを収集したり、音響による漁群探知設備の母船となることが求められる。漁業調査船はしばしば大型の漁船と同様の設計で建造されるが、そのスペースは当然、 捕獲した魚の貯蔵でなく、研究設備とそのための資材庫に当てられる。漁業調査船の例、FRV、スコティア、開き広島る海上自衛隊の海洋観測艦、若狭海洋観測艦は、海軍特有の目的、例えば潜水艦船や、機雷船に用いるための海洋情報収集を行う。海洋観測艦の例、ノイエプラネット、 二見型海洋観測艦アメリカ沿岸警備隊の極地調査船ユージ CGC ポーラースター極地調査船は極地の氷価で行動するために砕氷船の機能を要する調査だけでなく極地の観測基地に対する補給も担う日本が所有する極地調査船は南極向けのため南極観測船と通称されている21世紀に入り 地球温暖化による北極海航路開拓需要が強まり、各国で極地調査船強化が進められている。極地調査船の例、ユートシージシーポーラースター、ハット・ジェームズ・クック・アット・ザ・1911、エンサイクローペディア・ブリタニカ。ありがとうございます。